さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、早速なんですが、はい、お二人は投資にはご興味あります？いや興味はありますけども、はいはい、なかなか今ね現実こうできるっていうとできないですよね、うん、ちょっとこう遠い存在って感じるところありますよね。これとね、お金がねかかってきますしね。そういうお話なんですか今日は。そうなんですよ。今回ご紹介しますのはお客様のことを第一に考える不動産投資を行っているこちらの企業様をご紹介します。よろしく。皆さんは区分所有オフィスというものがあるのをご存知だろうか。区分所有とはビル1棟を区分してそれぞれが自由に使え共同で所有できるようにしたものを言う。そんなこれまでにない区分所有オフィスという新たなサービスを展開し業績を伸ばしている企業がここにある。オフィスはこれからは借りるよりも買う時代になると、まあ、そういうですね、新しいその日本の常識を作っていきたいと考えています。規制概念にとらわれない不動産サービスを提供する株式会社ボルテックス、取締役営業統括部長天崎秀夫。ボルテックスが提案する区分所有オフィスとは、東京都心に建てられた小型中規模のオフィスビルのフロアごと、あるいは部屋ごとに分譲し販売するというもの。ビル1棟を所有するという発想ではなく、ワンフロアを分譲することにより不動産投資のリスクを減らし、さまざまなメリットを投資家に提供することが可能だという。会社の企業理念に既成概念にとらわれず物事の本質を見極め社会と顧客に貢献するを掲げ、不動産投資イノベーションというコンセプトを持つボルテックス。投資や企業経営の常識を変え、ボルテックスが目指す新たな不動産投資戦略とは何か、浜崎に聞いた。ボルテックスさん、どんな会社なのか教えていただけますか。名前の由来からなんですけども、はい、ボルテックスっていうのは渦巻きとか旋風っていう意味なんですよね。ですから弊社の代表が同じ宮沢なんですけども、はい、宮沢がですね、はい、その不動産投資に新しい旋風を巻き起こしたいということで、まあ、こういう名前でスタートしたのがちょっと16年前なんですよ。16年前で、おかげさまで一昨年はですね売上が100億超えまして、で昨年が200億、まあ、今年まだ昨日途中ですけれども300億目指して、まあ、全員で頑張ってるところなんですよ。ですからまあここからですね、あと数年後には売上も1000億にこう手が届くんじゃないかと、まあ、そんな勢いでですね、おじさんに伸びていきますか、はい、成長している秘密っていうんですかね、っていうのが弊社の区分所有オフィスというものなんですよ。区分、はい、でお聞きになったこと多分ないと思うんですけど、初めて私は聞きましたね。分ける、うん、結構有識者の方にもですね評価されてまして、例えば昨年の初めにですねジャパンベンチャーアワードという、まあ、ベンチャービジネスの表彰があったんですけども、そちらで、はい、受賞いたしまして、あと昨年の暮れですけれどもアントレプレナーオブザイヤーというですね、これは世界的な起業家をまあ表彰するイベントなんですけど、日本代表にまあノミネートをいただきまして、まあですからそういう有識者の方から見てもそのビジネスモデルが非常にまあユニークで独特だというふうに評価をされているんだと思いますね、はい。具体的にはどういうことを指すんですか、その区分所有オフィスっていうのが。多分お聞きになったことないですけどね、これ我々が作った名前ですので、はい、で今商標の登録も今申請中なんですけども、はい、まあ、一言で言ってしまうと、分譲マンションのオフィス版ということになります。分譲マンションのオフィス版か、はい、マンションが分譲で売られているような形でオフィスを分譲すると、はい、あ、オフィスを分譲する、はい、なるほど。ボルテックスが手掛ける区分所有オフィスはビルを1棟所有するという従来の発想からビルのワンフロアを所有するという発想の転換を行った、これまでにない不動産投資を提案したものである。さらにボルテックスでは不動産を流動資産へという考えのもとハイクオリティブランドも展開中。これまで価値を可視化しにくかった不動産をより確実性投資効率の高い投資対象へと引き上げるというコンセプトを貫き、従来の不動産投資への常識を打ち破るというボ
ボルテックスの今後の展開に注目だ。で例えばですね、宮沢さんが、まあ、5億円今お持ちになっててですね、5億円もそうか、そうか。でじゃ あ, オフィスビルに投資しようと考えた場合です、はい、一般的に言いますとね、一棟で5億円のビルというのがありますので、それを多分お勧めされると思うんですよ。まあ、ただ都心部でその一棟の5億円のビルっていうのは、まあいわゆるペンシルビルですよね。細長いビルになりますね、狭いね。まあこれ使い勝手も決してよくありませんし、それからまあ入られるお客様もですね、テナントさんも決してその大きな会社になりませんので、まあ当然その賃料もですね、決して高い金額にはならないと思うんですよね。まあそれとそのビルを仮にその後で売ってしまうと考えた時でも、まあ決して高い金額出るってことはないと思うんですよ。じゃあボルテックスはどういう提案をするかと言いますと、5億円ではなくて50億のビルを用意しますと、まあ、大きな10倍のビルですね、はい。まあ、50億だとちょっと手が届かないじゃないですか、はい、ですからそのだいぶ届きませんけど、いやいやいや、でその10階建てで、ワンフロアずつ区切っていくと、うん、ワンフロアは、まあ、10分の1ですから5億円ということになりますよね、うんうん。でその細長い縦に長い5億円のビルと一棟のビルと、うん、横に広いワンフロアと、まあ、どちらがね投資として価値があるかと、まあ、そういう話なんですよね。実際その細長い方よりも大きいのワンフロアですか、投資するという方がお得、そうですね、価値は高くなると思います。そうなんです。これなぜかと言いますと、例えばワンフロア広い、スペースになりますから、当然例えば自分で使うにしても使いやすいですよね。使いやすいですね。社長さんが一目でこう全て見渡すことができますよね、ですからその中小企業の経営者の方が、本社のビルとしては使いになるとか、もしくはその大企業の東京の支店で使われるとか、まあ、そういう形になりますので、まあ、テナントさん自身がですね、長くこう借りていただくということがありますし、それから当然ですけどその賃料もですね、高く、ある程度高く設定することもできますよね、で仮にこれをまた最後売却するということになりますと、まあ、オフィスビルを売却するということは、まあ、そこがこう新たに再開発されるということになりますから、まあ、当然ですけどその大きなビルの保有している土地がですね、中心になってその近辺をもう買ってですね、再開発されるわけですから、まあ、その再開発の中心になりますので、不動産の価格っていうのはやっぱり広い土地の方が値段高くなりますから、同じまあ、持ち分は同じ面積かもしれませんけれども、結果的にその4倍とか5倍ぐらいの金額で売られるということになりますので、まあ、投資としてもですね、あるいはその使用上の価値もいずれもですね、勝ってるということになります。そうか、そういうビルは立地条件いいところにありますもんね。そうですね、はい、ね、だから高く買っても出る時にも同じ額で売れたり、はい、それよりプラスで売れたりするっていう風になってくるんですね。今東京でしたらもう買った値段よりも高く売れる、高く売れますよね、間違いないですから、はい、そうなんですね、はい。今どうしてその不動産投資がこう、成長というんですか、右肩上がりになってるんですか。まあ、これ一番大きな理由はですね、まあこれまで日本の経済っていうのが失われた25年っていうのがあったと思うんですけども、ダブル弾けてっていうことですね。でようやくこうそこからこう脱却しつつありますよね、アベノミクスというね、経済政策のおかげなんですけども。やっぱり影響は大きいですか。大きいですね、それはね。あ、そうですか。やっぱりその東京をアジアの中心にもう一回その復権しようっていうね、まあそういう政策ですから、まあ結局その東京という一つの場所に、限られた場所に人も物もお金もですね、ここに集中してきてますから、はあ、感じられてるわけだな、そういうことかな、やっぱり日日あれですよね、弊社も不動産の物件をね、購入するために吟味してますけど、やっぱり金額っていうのはだん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 こう高くなってきてるのも、まあ、肌感覚でありますよね。ああ、そうだ、ちょっとバブルの時と同じようにどんどん上がっていくみたいなところありますね。で、大体今都心のですね、主要5区で空室率が 5%、 5.5% ぐらいなんですね。で、弊社の空室率が今 0.92% ぐらいですので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、空室ができたらすぐに埋めるということを、まあ、我々の仕事としておりますので、それからあと家賃交渉も弊社で行ってますので、例えばこの1年ぐらいで300件ぐらいの家賃交渉したんですけども、大体200件ぐらいですかね、賃上げが成功しておりますの で、 で平均で 6% ぐらい、まあ、高いところで 30% 一番我々みたいに素人ができないところだもんな、はい、そういう交渉ですね。やっぱりその交渉事とかっていうのは一番に皆さんの
なかなかできない、ね、そのいくら価値があるの分かってても、はい、それしか言えなくなっちゃうから、ね、価値があるだろうって、はい、説得力なくなるよね、うん、そういったその一番このお金のかかるところ、それから一番その面倒のまあなところですね、はい、テストかかるところを全て弊社が引き受けますので、うん、まあ、購入された方っていうのはほとんどその毎月毎月のお家賃がちゃんとこう入ってくるところを確認していただければ、まあ、それでいいと形になりますので、思いっきり経営コンサル的なところまで含まれてきますよね、はい、全部これどうしていこうかとかって、そういうプランニングだよね、はい、新しいアイデアだねこれでもね、まあ、仮に、まあ、あの長期に保有されて、まあ、ご売却したいというケースも出てきますので、それも実は弊社で受けることになりますので、まあ、弊社はあの毎月毎月あのお客様に新しいご提案しておりますので、その中でまあ最優先で売っていきますので、大体あの過去の実績見ますと平均で、そうですね、大体2ヶ月ぐらいで売却できますし、最短つい最近あったんですけど9時間っていうのがありましたので、早い、すごい、その日のうちどこじゃないな、ね、そうですね、半日のうちにもう決まっちゃうみたいな、はい、ですからまあそういうご心配も、あのマーケットメーカーですから、我々がまあ責任を持って売却するということも請け負っております。あの不動産投資に関する本もあるとお伺いしたんですが、そうなんですね、はい、あの昨年ですね、あの弊社の代表の宮沢がですね、はい、宮沢が、ね、はい、はい、ミシェルさん、あの不動産投資バイブルということで、はい、まあ、弊社のですねこの考え方をきちっと本にしましてね、まあ、ちょっと正直言ってここまで書いていいんだろうかっていう、まあ、その我々が普段話している内容そのまま出しておりますので、今後のボルテックス様の展開についてお聞かせいただけますか。おそらくですね、皆様方の会社っていうのはほとんどがですねオフィスっていうのは借りるもんだと考えてると思うんですよ、うん、オフィスはこれからは借りるよりも買う時代になると、まあ、そういうですね新しいその日本の常識を作っていきたいと考えてます。普段ですね、あのお支払いになられてる家賃も、まあ、仮に年間で1000万お支払いになってるんであれば、10年であれば1億円になりますから、はい、1億円のお金をキャッシュアウトしていくのか、それをこの資産の形に変えるかっていうのは大きな違いになりますから、まあ、結果的にその日本の企業を強くしていくということになると思うんですね。ですから不動産を使って、不動産投資を使って日本の企業を強くしていくっていうのが、あの私たちのね、まあ、一つの思いだと思うんですね。本当にね。じゃあここでですね、天崎様に、あの格言をお伺いしたいなと思うんですが、格言、はい、私がですね、個人的にですね、私が大事にしている言葉っていうのは、有言実行ってことですね、はい、あの不言実行って言葉ってあるじゃないですか、うん、こう何も言わずにこう自分でね考えて実行していくと。で、私はちょっとそれっていうのはずるいなと思ってまして、まあ、誰も言わなければそのやるって決めたこと自体も伝わりませんから、まあ、自分でこうやると決めて、きちっとですね、あの伝えた後にそれを実際に実行していくと、責任があるわけですよね、はい、有言実行やから、はい、ね、ですね、伝わってきましたね、はい、じゃあこの後ぜひあの続きはミシェルさんにお話していただきまして、じゃ あ, あと15分でご紹介いただきまして、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。さて、うん、いきなりですがここにやってまいりました、はいはい、みんな3人で一緒に、はい、よ前浜ユーラシアを通り越して飛び越して、飛び越してが前浜ユーラシアから、はい、ここにやってきました、はい、城西世田谷区にあります。はい、はい、いかがでしょう。今日ね、中もね、こうやって風情があってね、はい、自然がこう綺麗ですね。落ち着くんだよね、はい、そういうスペースなんだよここはね、立派なお寺ですね、はい、はい、ということで次はここ城西寺の住職さんにお話を伺いします。東京都世田谷区、閑静な住宅街の中に佇むお寺がある。このお寺が建立されたのは今から500年前の室町時代の永正3年。500年という長い時を経過してもいつまでも変わらず世田谷の人々を見守り続けているそのお寺の名は日蓮宗城西寺。ガソリンと寝袋を積んで職員と一緒に東北へ、まあ、参りましてね。で、まあ、震災直後のこう悲惨な状況をずっと見て参りましてね、まあまあ、今でも目に残ってるんですけども、人々に安らぎを与え続ける日蓮宗城西寺住職駒野狂言。城西寺の総本山は山梨県にある日蓮宗身延山久遠寺。
常在寺の三号である宝珠山とは、開宗の常在寺を支えた時和姫の戒名に由来する。時和姫については今も世田谷に詐欺僧伝説という悲劇の伝説として残っている。殺伐とした現代において心の大切さを訴える。住職の駒野に話を聞いた。バックにここにありますけども、立派なお庭ですよね。そうですね。特に今あそこに出てるのは紅梅が一番綺麗なと。ピンクの。ピンクのね、はい、梅のね、古木なんですけどね。すごく広いですよね。広いし、なんていうか趣があるというか、なんかイメージされてるっていうかね。はい、ぜひ詳しくこの常在寺についてまずお伺いできますか。永正3年といって室町時代ですねに建立されたんですけれども、詐欺草が世田谷の花なんですけど、詐欺草、この詐欺草の由来が500年前のこの東山の建立とつながるんですけれども、時和姫というまあお姫様がいらっしゃって、でそのお姫様が悲恋の死を遂げたもんですから、でその時和姫の供養をするためにこの室町時代にこのお寺が建立されたというのが起源なんですね。そういった歴史もありつつ、今新しい事業というものも考えてらっしゃるとお伺いしたんですが。そうですね、またまたま今少子化の時代になりましてね、まあ、うちにいらっしゃる檀家さんの中でも子供さんがいないとか女の子さんが一人だというんで、まあ、自分たちの後どうしたらいいんでしょうかという、まあ、相談が数多くあるようになりましてね、そうなった後はじゃあ お寺がねその家に代わってそのご先祖をご供養してまいりましょうと。それをまあ永代供養っていうんですけどね、永代にわたってその家は途絶えてもお寺がその方の代わりに供養、ご先祖の供養を続けていきましょうというのが永代供養なんですけども、これからそういうやっぱり増えてくるんだな。そうなんですね。仕方ないというか、まあ、そういう方たちのために縁の会というのを作りましてね、今日ではこう塔を建てるんですね。ああそういう、ありますよね、はい、必ず、まあ、向こうの少女仏教でもそうですけど、はい、まあ、塔を建てる、で塔を建ててそこに仏舎利を奉納するということで、五重塔なんかが日本でもいろいろ立ち上がったんですけどね。あ、そういうあれで建ってるんですね。そうですね。誰も知らなかったな。綺麗だなとは思うけども、はい、うん、そういう意味じゃないんだ。塔を建てて供養するということが一番の、まあ、功徳があるということでね、で五重の塔を作りましょうということになりまして、まあ、それでまあ五重の、まあ、うちの五重の塔はその下に約3000体のご遺骨が埋葬されるようにできてますから、ここの辺は13メートルが高さ、建造物の高さ制限なんで、本当住宅地の中ですもんね。だうちはまあ約10メートルぐらいですけど、ですからいわゆる五重小塔っていうんですね。五重の小さい塔と書いて、五重小塔も日本にはいろいろございますんで。やっぱりでも時代の流れでそういうことがやっぱ必要になってくるんだね。そうなんですね。やっぱりこの時代の流れっていうのはもう我々は止めることはできないんで。できないですよね。だからまあ我々はそれに合ったものというか、まあ、困った人たちにどう対応していくかってことをね考えていかなきゃいけないもんですから、まあ、ありがたいことだよね。でもね、やっぱり人間の社会で供養するっていうのはね、うん、本当にあることで、うん、今はペットとかもね、そうですね、そこに思いが入ってる、うん、本当に飼っているペットなんかでもそういうことってされますもんね。うちの檀家さんたちからそういう相談がもう今度多く出ましてね。あ、そうなんだね。やっぱり昔のペットってのは番犬だったんですけど、はい、もう今はもう家族の一員なもんですから、はい、やっぱり自分の子供と同じような感覚でペットを愛してる人たちが多いんで、そのペットが亡くなった後そのご遺骨をね、お
寺さんの方で考えてもらえないかっていう希望がこのところずいぶん増えましてね、まあ、時代の流れっていうんですかね、ペットのお墓っていうのをこれから考えていかなきゃいけないなということで、まあ、今度五重塔を作る近くに今あの坪庭になってるところがあるんですけど、まあ、そこお墓というよりかその庭の中にペットを埋葬されるというようなお墓を今これから作るということを今計画をしているところですけど、いつ頃完成予定なんですか？だいたいこの夏ぐらいですかね。時代はずっと流れていってね、そういう、変わっていくじゃないですか今みたいなお話でも、はい、でも子供たちもこの世の中のこのスピード化でバーってそっちに流れていって、うん、意外とこう今のお話なんかこう受け止められないところがあったりするんだけども、その死に対してだとかそういうものに対して変わらないものをやっぱり人間は本能的にやっぱり持ってるんですかね、住職ね、うん、そこだけは大切にしていくというようなね、そうやっぱり変わっていくんだけども人間はね、はい、まあ、あの美味しいものを食べたり、はい、あの便利なものを要求してあるんですけども、はい、人間本来の中にあの五感の中にね、はい、やはりこの心というか安らぎというかね、そういうものを一緒に有して生きていかないと人っていうのはやっぱり生きていかれないものなんですよね。ぜひそういうのを残していってほしいね。でもね、なんか殺伐としてるからさ、そうです ね、なんか子供たちもみんな変わってくるじゃないですか。だからそうじゃなくてどっかでこう落ち着くようなところであってほしいなと思いますけど、まあ、それがね、今の日本人には非常に大事な部分なもんですからね。そうですよね、日本人らしさっていうのもね、はい、残していってほしいしね、はい、でさらに、うん、岩手県にも、はい、そうなんか岩手県の方針だってことで、岩手県ですけど、ああ、はい、そうかそうか、はい、で、まあ、ちょうど東日本大震災の直後にね、はい、私が日蓮宗の方の災害本部長をやってたもんですから、あ、そうなんですか。で、あのすぐにあのガソリンと寝袋を積んで職員と一緒に東北へ、まあ、参りましてね、で、まあ、震災直後のこう悲惨な状況をずっと見て参りましてね、大変なことでしたもんね、まあまあ、今でも目に残ってるんですけども、はい、で、まあ、その時にあの避難所へこういろいろ参りましてね、で多くの人たちとこういろんなお話をさせていただいて、で、まあ、お年寄りももちろん大勢いらっしゃるんですけども、で、まあ、一番印象に残ったのはあの小さい子どもさんたちがね、目の前で親と別れてしまったり、うん、兄弟と別れてしまったりという、切ないですよね、まあ、その子どもたちとの、 あの涙の話がね、まあ、今の私トラウマになって残ったもんですから、あ、たまたまここで立ち上げたあの縁の会の方で、はい、岩手県の遠野というところがあるんですよね、向こうに別院を作って、でそこには子どもたちを集めて、で、まあ、大事な子どもたちですから、あの心のケアをしていければなということで今その計画を今立ててるところなんです。まあ、お寺もそうですけど継承っていうのが大事なんですよね、うん、お寺も代々の住職がこう継承して現在に至ってますからね、うん、うちも500年継承してますから。500年だよね。じゃあこれは息子さんにぜひこうお話もまた聞かなきゃいけないですね、これね、はい、ということでご子息様晴彦さんにお越しいただきました、こんにちは。本当にね、はい、どうですか後を継ぐという気持ちは、うん、今はもうまだ何もわからないし、はい、まあ、なったばかりなので、はい、まあ、不安の方がどっちかっていうと大きいんですけども、うん、まあ、父の意思を継いで、まあ、親子2代で、まあ、遠野の県もやっていけたらなと、まあ、思ってます。なかなかこの時代にお父さんからそういうものをこう話し合いでね、うん、先ほど住職おっしゃられたけどその継承していくってことは大事だって、はい、なかなかないじゃないですか、うん、今この時代は。そうですね、しかもそういう話がね、お若いですね。そうです、今24歳でね、はい、なんか責任っていうものちょっとあって、これからあの修行の方に、来月の3月から、うん、3月15日からの総本山に1年間、
修行に行かせていただきます。本山梨の方に、はい、そうです1年間1年間ですね。夕食寂しくなりますねまあ通る道ですから。ああそうですか。1年間だもんね。継承が大事ですからね。そうだよ。まあ自分のこう子供ってのは分身みたいなもんですから、でやっぱりあの自分の考えとかね、そういうものをこう分身のもんがこう継いでってくれるっていうのは嬉しいもんですよね。いつからそういう気持ちになられたんですか。大学4年生ぐらいですかね。ああ最後、まあ、それまではなるつもりはなかったので。あ、その時何かがあったんだね、やっぱり。そうですね、じっくり考えてみたら、はい、そうですね。へえ、それは期待しちゃうね、はい、もう期待していいよね、はい、頑張ります、はい、では最後になりますが、はい、住職あの格言をお伺いしてお別れとしたいんですが、はい、そうですね、私 の先代が格言として持ってたものを私も継承してるんですけども、恩は石に刻め、恨みは水に流せって言葉がありましてね、まあ、それ私も大事にして使ってるんですが、やっぱり人から受けた恩とかね、愛とかそういうものをやっぱり石に刻むぐらい大事にしなさい。でやっぱりあの人間ですから恨んだり怒ったりすることありますけども、そういうことはもう水に流しなさい。そうするとあのいい人生が送れるんですよね。あ、みんなそうしたらいい世の中にもなりますね。これ綺麗な言葉だね。本当ですね。そのまんまいただいちゃっていいですかね。はい、いいと思います。たくさんお話ありがとうございました。ありがとうございます。息子さんも頑張って。はい、ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。成功しても失敗しても生き続ける。勝っても負けても生き続ける。僕は生きることを選んだのだ。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、弱者の勇気。小さな勇気を積み重ねることで世界は変わる。この本を書いたのは世界の最高峰エベレスト登頂に挑戦し続けているプロの登山家、栗木信一さん。栗木さんは4度にわたるエベレスト無酸素登頂に失敗し、重度の凍傷など壮絶な試練を経験してきた人物。その栗木さんが現代を生きる全ての人に送る勇気のメッセージ集です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。